ピリアを宿すほどの絵か。ベリルのおじいさんは一体どんな思いをあの絵に込めたのかな。機械人の自分にすらあの絵が宿す強いスピリアは理解できる。家族に関心を持たない冷たいスピリアさん。違うのよ。新原先生は先代の皇帝にずっと幽閉されていて帰ることができなかったのよ。なんだよそれ。そんな話信じないよ。何？どうしたんだベリル。みんな下がって。ゼロモが来るって言ってる。こいつだ。こいつがデスピリ病を起こしているゼロムだ。僕が村を守る。あんた けど、これで村のデスピリ病も収まるはずだ。え、何？ゼロモがまだ動く？危ない！コアくん！ベリル！コアくん！うわあ！ありがとう、ベリル。危なかった。ベリル、よく気づいたな。だって、声が教えてくれたじゃないか。あの声、聞こえなかったの？理解不能。我々以外の音声は検知していない。そんな、
この声は、この声は、なんで、なんで今さらそんなこと言うんだよ、フランパー。ベリル、どういうこと。わかりません。でも、まさか絵に込められた新原先生の思いがベリルと私たちを守ってくれた。うん、きっとそうなんだよ。グランパ、絵に宿るスピリア、絵の中のおじいさまはありがとうと言われたのではないですか。なんでわかったの。この絵を見ればわかりますわ。自分の夢を支えてくれた家族とふるさとへの愛情にあふれています。マク、マク君、グランマ、ベルル、元に戻ったんだね。ああ、村のみんなも無事だよ。皆さん、村を救ってくれてありがとうな。すべてベリルの起点のおかげだ。彼女がいなければゼロムの発見は不可能だった。さあ、僕がいれば心配ないや。これからは僕が村とグランマを守るからね。ねえベリル、本当にグランマごめん。僕やっぱりみんなと一緒に行きたい。行けばいいさね。大事なお友達なんだろ。グランマのことは何も心配いらんでな。グランマ、でもさ、絵しか描けないような僕が本当にみんなと一緒に行っていいの。ベリルだから一緒に来てほしいんだよ。え？ベリルだから一緒に来てほしいんだよ。ベニトの孫じゃない、ベリル・ベニトとして、僕としてそう言って欲しかったんだよ。そんなの最初から言ってたよ。ありがとう、琥珀、ありがとう。さあベリル、行っておいで。でもグランマ、本当にいいの？いいんだよ。グランマは大昔、グランパにも同じことを言ったけど、あんたやグランパが夢を叶えることがグランマの夢だからね。今のあんたの夢は、あの子たちと一緒に行くことなんだろ？グランマは強いね。そうさ。そして、あんたはそんなグランマの孫なんだよ。うん、行ってきます、グランマ。遅いな、変な帽子のやつ。何グズグズしてんだろう。いいじゃねえか。別れを惜しむ時間くらい待ってやろうや。本当に別れが惜しくなって来ないんじゃねえだろうな。そんなことないよ。ベリルは絶対私たちと一緒に来てくれる。待ってられんな。せめて私だけでも先遣隊として先に行こう。待て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 。なんだよ、薄情なやつだな。別に置いていこうとしたわけではない。ただ私は先遣隊として先に。僕を置いていくなんておこがましいんだよ。ちょっと変な帽子、隊長に何するのさ。白状もの。その絵の具しばらく落ちないよ。これいや、男前が台無しだ。カルセドニー、これからはベリルにもっと優しくしてやれよ。慣れ慣れしいのは好きじゃないと言っているだろう。ベリル、ずっ
一緒だよ。うん、わわわ、僕の相馬がリンクした。とうとうベリルまでリンク仲間かよ。なんで俺はまだなんだ。ひねくれもんだからじゃないの。おめえに言われたかないんだよ。相馬の力は人の思いで強くなっていく。そうですわね、フローラ姉様。さあ行こうか。みんな山を降りて北の雪原を越えたらノークイーンのはずだ。ベリルは言ったが、ビビリで弱虫のくせに意地っ張りで諦めが悪い。そりゃあの人の孫だもの。じゃが心配ない。ベリルは自分の弱いスピリアと向き合う強さを持っておる。そりゃあたしの孫だもの。あんまり泣くな、せっかくの美人が台無しじゃぞ。そりゃ無理な話だよ。ほら、あの子が書き足していったこの。はあ、はあ、これは新原か。ベルルまで一緒におるわい。マックン、マックくん。ベリルめ、本当にいい絵を描くようになったもんじゃ。そりゃあんたの弟子だもの。ああ、みんなここにいるんだよ。死んだって、離れてたって、思い。これで本当にサンドリオンを追う仲間が全員揃ったんだね。まあ正直なこと言や、揃って欲しくなかったやつもちらほら。お兄ちゃん、蹴っ飛ばすよ。なんてチームワークを乱す発言は禁止だぞ、てめえら。うん、その通りだよお兄ちゃん。俺、琥珀の本当の笑顔。え、そうかな。でもね、シング、これはシングとみんなが取り戻してくれた笑顔だよ。みんなありがとう。了解。メイン動力も停止すべきか。メイン動力？自分の全機能を停止させ、人間でいうところの仮死状態にするということだ。そこま
でしなくてもいいよ。それより表情が硬いな。もっと感情を表現してみてよ。了解。これより感情表現を実行する。あんまり変わってないよ。大きな変化というと、こうか？うわぁ！そのヘルメット取れるの？さすが、ベリルだ。お前の表情変化にはかなわない。静電気の放電、確認。ベルル、相変わらずお前はパチパチなんだよ。さては、また毛を刈られるのが嫌で逃げ出したんだな。この子、毛を刈られるのが嫌いなの？そうなんだよ。でも、もうわがままは許さないぞ。パチパチ防止のためにも丸刈りにしちゃおう。モク村の毛刈り部屋は海の洞窟の中にあるんだ。ベレル、モクそういえば、ベリルの部屋には妙な被り物がたくさんあったよね。妙じゃないよ。あれは僕が芸術的センスで厳選した被り物コレクションさ。え？これが芸術的コレクション？どこがさ。だよな。でっかい卵の殻とか押すとピンポンってなるシルクハットのどこが芸術だ？芸術のわからない素人どもめ。これはみんな特別限定復刻版なんだぞ。プレミアセットを予約したり、徹夜で行列に並んだりして、やっと手に入れたお宝なんだ。ベリル、お前芸術家っていうよりどっちかといえばマニアだったんだな。そんな僕が今一番気になってる被り物はね。何？あの頭取れるのか？そう、取れる。あの長い角付きヘルメットの被り心地を確かめてみたいな。うわぁ、俺もあいつのメットの下を見てみて。よし、ベリル、協力してクンツァイトのメットを脱がすぞ。うふふ、翡翠も好きだね。そういうおめえこそ。あの二人、おかしなとこだけ息ぴったりだよな。さて、クンツァイトのヘルメットを脱がすにはどうすればいいかな。なんとかして頭をムレムレにしてやれば。頭部のムレムレを確認。換気モードに移行する。うるせえな。考えがまとまらねえだろ。今、クンツァイトがね。こんな作戦はどうだ。クンツァイトにシャンプーをプレゼントして。愛用のサラサラシャンプーが残り少ない。早急に補給の必要を認める。いや、ひすい。だから後ろ、後ろ立ってば。うるせえな。もうてめえもアイディアを出しやがれ。だからクンツァイトが、クンツァイトが。遊ばれてる。クンツァイトにはかないそうにないや。そう、何も思いつかねえ。こうなったらあいつに頼むしか。話は分かりました。クンツァイト。お呼びですか、リチア様。クンツァイト、ヘル
了解しました。おお、そんな風になってたのか。カンツァイとそのヘルメット貸して。これがクンツァイトの。うわ、なんだよこれ、こんな重いものかぶってたの。それかぶったら首が折れそうだね。折れそうじゃなくて間違いなく折れるよ。かぶりたいのにかぶれないなんて。